じゃあ見ましょうか一回。いいですか。では、はい。まあこれは一言で言うんですけど、やっぱシュートを打たな何も始まらんなっていうシーンですよね。はい、以上です。まあ荒野選手かなが奪ったところからもうその瞬間に走り出してる感じですけど、はい、まずは自分がゴールに向かっていくイメージでしたね。そうですね。まあでも自分的にはこれまあ右から左に走ったんですけど、チーム的にはその右サイドを多分走った方が良かったとは思うんですけどね。まあスペースが生まれたんで左に流れて、はい、左に流れて。ちなみにこれミスったって言ったのはパスのとこですか。はい、そうそうそう、吉井君出したんで。もあ、やっぱ一個多く見てたんですね。はい、それが相手に当たって、そうそう、ね、でチェックにいいとこ行ったんで、まあだから別に俺が言うことは何もないですまあ動き出した走りが良かったかなっていう感じです、はい、チェックがやっぱチェックに効かんダメですね。これはやっぱシュートを打たな始まらんっていうのは、今解説いただいたシュートを打たなきゃ始まらないっていうことですけど、はい、その前新潟戦ですね、はい、ゴールありました。あります気持ちのいい左足のドリブルでしたけど、ね、いやもう本当にあの時久しぶりにシャドウ出たんで、まあ、チャンスあったら積極的に足を振っていこうと思ってたんで、はい、それがいい方向に進んでよかったなと思います。覚えなんて言えば、あ、ここ点決めたところやとかは思わなかったですけど、まあ振り返って2年連続あそこでゴール決めてるっていうのはなんかあるんかもわかんないですね。やっぱシャドウとワイドでイメージだいぶ違いますか。イメージだいぶ違いますね。やっぱりシャドウの方はなんかゴール近いなっていう感覚なので、その背後を抜けるのもなんか自由にというか自分発信でなんか動けるなっていうのがあるので、はい、シャドウをやっていて楽しいなと思います。まあ、ウィングも楽しいですけど、まあどこも大変ですけどね。ウィングでやっぱり取れるのが一番いいと思うんですけど、やっぱ最強じゃないですか、ウィング、点取れるウィングって。はい、だから多分それにやっぱならなあかんなというか、やっぱどこ出ても結果残せる選手にならなあかんなと思います。まあ順位としては、まあ、今最下位に戻ってしまいましたけど、はい、ここ3試合は負けなしということで。そうですね、まあ、やっぱ開幕試合から、まあ、5連敗とかもあったので、まあそれと比べるとやっぱ良くなっているのかなと思いますし、5連敗しましたけど自分たちのサッカーをできている場面っていうのはあったので、はい、まあ、下を向かずにやってきた結果が今につながっているのかなと思います。ちょっと数字の目標をあんまり言いたくないかもしれないですけど、はい、言いたくないですね2得点で2得点、はい、あと1ってこと。あと1で俺のノルマはもう達成です。 5にしときましょうか。あと5、あと、いや、5点、あと4点で、ノルマは達成です。あとは自由に、あとはもう自由に見てください。そんなね、もう数字とか決めるからこそ伸び伸びできないんですよ。伸び伸びしましょうよ、皆さん。じゃあ最低限は今シーズン最低限はもう5を取りましょう。まあ10って言いたいところですけどね。10はい、10でいいですか。10ゴールに絡む、チームの10得点に絡む。そうそうそう、失点には絡まないようにするんで。もうやっと北海道あったかくなってきて、これからどんどん暑くなってきますけど、天気に負けないぐらい熱いプレーを皆さんにお届けできるように頑張りたいと思うので、ゴールデンウィークも皆さんぜひ応援に来てください。待ってます。なんで、なんか元カノみたいなミシャにちょっとお前さ広島からじゃないかって言われて、あ、言われたんですか。はい、すいませんって。いやいや、もう28っすよ僕。
いやもう28かちょっとあかんこんなあかんちょっとショック受ける。